皆さん、こんにちは。闘美協会のショートメッセージの時間です。神道寺蔵です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は2024年の3月の10日、えー、受難節第4手術礼拝という礼拝が闘美協会に執り行われました。今日はの第2手術なので役員会もあったりして、先ほどまでちょっと役員会やったりしたんで、収録がちょっと遅くなっております。 えーまあ、今日はその前にですね昼食会も月に1回の昼食会もありました今日の牧師カレーは、えー、ポークカレーでしたけどもね <laughs>、はいえー、たくさん食べていただいて嬉しかったですあの今日はあの、えーまあ、信頼会社といいますか、まあ、この今度4月から、えー、新しくキリスト教主義大学であの生活を始めるっていうね、えー、そういうフレッシュな方が今日は初めていらっしゃいましたしそれから子どもの礼拝の方ではですね、まあ、今度はあの 春から生まれて初めてキリスト教に触れるというまあキリスト教主義学校に進学するっていう方がですね、えー、行ってもいいですかっていうことでじゃあ今日はあのいろんな話もしましょうちょっとざっくりキリスト教会って何キリスト教って何みたいな話をしたりとかですねまあこの春からいろいろ皆さんあのスタートスタートするんだななんていうことを今日はあ,のあちこちで実感したようなそんな一日でございました、はい。ということでショートメッセージ始めていきましょう。 聖杯の中では、賛美歌21の567番「ナルドの幸湯」というですねまさしくこの箇所の賛美歌でございます賛美歌21「ナルドの幸湯」これは古い賛美歌では391番だったようです賛美歌21の567番「ナルドの幸湯」を一緒に歌いましょう。 か21567番「なるどのこういう」「なるどのこういうそそいで」 メガの番ナルドの壺でございました今日は聖書箇所、えーまあ、サムエル・記のですね、えーあの、サムエルがヨシュアに油を注ぐシーンのところをちょっと読んだ後に、えー、新約聖書、ヨハネによる福音書の12章、一節から八節、ヨハネによる福音書の 12, 節12章の一節から八節です、えーまあ。これ、ちょっときょうは、よいしょ、サムエル・記の方も読んみましょうかね。 サムエル駅のまず、上ですね。9の27から10の1までということで、えー、読みますね。町外れまで下ってくると、サムエルはサウルに行った。従者に我々より先に行くように命じ。あなたはしばらくここにいてください。神の言葉をあなたにお聞かせします。従者は先に行った。サムエルは油の壺を取り、サウルの頭に油を注ぎ、彼に口づけして行った。主があなたに油を注ぎ、ご自分の修行の民の指導者とされたのです。 ここを読みました。そして、新約聖書はヨハネによる福音書12章の一節から八節です。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中から蘇らせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは休仕をしていた。ラザロはイエスと共に食の席に着いた人々の中にいた。その時、マリアが純粋で非常に高価なナルドの交油を1リトラ持ってきて、 イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を三百デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。 この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。はい、えー、ということで以上になります。今日は死に油を注ぐというですね、タイトルでお話しさせてもらいました。まあ、あの、えー、さっき酸味が言,言いましたけども、ナルドのこういうとね、あの、教会のですね、 あの、専用のプログラムがあ会計専用のプログラムがあって、それをナルドの壺っていうんですね <laughs>。よく命名したなと思うんですけど、ナルドの壺という会計ソフト、会計ソフトというか、まあ、プログラムですね。そのプログラムを使って、闘病協会も、あの、会計を管理してるんですけども、まあ、この時期になるとですね、ちょうどあの会計さんたちは今、え、締めと、それから来、来年度の予算立てと、もうその、 ナルドの壺に向かってカシャ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 ずっとやってらっしゃるんですね。この時期にだいたいそのこういうねナルドのこういう話が来たり時期的にするので、会計さんたちはナルドのナルドって言葉も敏感になっている時期かもしれないんですけど、えー、本当に会計の方々頑張っていただきたいと思いますが、さてあの、えー、今日はですねあの僕ちょっとあの思い出したことがあって。えー 僕あのそれも朝から夜遅くまでずっとまあ8年間ぐらいでしたかね若い時に僕のお世話してくれたり仕事のいろいろあの段取りをしてくれたりしてまあ有能な方だったんですね後にも先にもあんな有能なマネージャーさんはいないんじゃないかなって、まあ、そんなふうに思ってるんですけども。 えー、テキパキテキパキして仕事もチャッチャッチャッチャってすごいね。僕なんかもう悩んで全然物語、物語ことが進まないタイプなんで、きっとイライラさせちゃったんじゃないかなと思うんですけども、えっ、ー、と、その人は僕よりちょっと年上で、一個ぐらい年上かな。いや、一個とは思えないぐらい大人の方でしたけども、えっ、ー、と、下町の魚屋さんの息子さんで、もう代々江戸っ子のお宅なんですね。だからその、その方の喋のり方がすごくその、なんかいいなって、僕はその山口県出身で、 で大学2年あの関西に行きました、ねで。関西弁を覚えたところであの東京の方に出てきたんで,であの仕事を一緒にやってるパートナーのマネージャーさんが生粋の江戸っ子で、まあ、江戸っ子がなん江戸弁っていうんですがね喋り方がすごくその僕にとってすごく新鮮で聞いてて気持ちよかったですね例えばあの「神宮寺ジュース飲む?」なんて普通言いますよね そ,こうその人が言うと「んかこういいんですよね人王寺ジュース飲むかい?」なんてこう言われてなんかあの、風天の虎さんに言われてるような気分っていうかあのその人のそういうねこのこう江戸的ななんか、下町の喋り方がすごい好きだったんですけどその人は、えー、案の定「えー、火と死が「死」がちょっと微妙なところがあるんですね、えー、江戸の子はそうだって言いますけどもあ本当だと思いました。だから渋谷公会堂と、 日比谷公会堂の差があんまないんですよ。え、日比谷公会堂、渋谷公会堂どっちですかっていや、渋谷公会堂だよって。どっちかわからないんですよ。渋谷公会堂、日比谷公会堂。人しがちょっと微妙なところがね。で、その方がですね、なんかの時に、火に油を注ぐっていうつもりで、火に油を注ぐってこう、死に油を注ぐって聞こえちゃうんですよ。でもその人は、火に油を注ぐって言ってるんですけど、火に,に油を注ぐって、死に油を注ぐえ 死に油を注ぐってその「ナルドのい油じゃん」とか何かあの全然関係ない時にこの「ナルドのい油」のねマリアがそのイエスにですねい油を塗るっていうことを思い出したことを思い出しましたね「死に油を注ぐ」「火に油を注ぐ」って言いたいんですけどどうしてもその方が「死に油を注ぐ」って言っちゃう頭の中で「死に油を注ぐ」なんてねうんと油注ぎやんね油注がれたものの話やんけって。 自分は思ってましたけどね <laughs> あのさっき読んだ「あのサムエル記上王、えー」あれはそのねえー、っとサムエルが次の王になるサウルに油を注ぐところですねそれこそ主が、えー、あなたに油を注ぎご自分の修行の民を民の指導者とされたのですっていうこう油を注ぐということがですねまあ、ある意味王王の継承みたいなそういう文化の中にありました。で まああの救い主イエス・キリストとイエス・救い主ねイエス・キリストというキリストという言葉はもともとあのヘブライ語では油注がれたものという意味なんですよねえつまりその油を注がれたものそれがあの救い主であるというイコールでそれがイエスイエスという油注がれた救い主とそういうイエス・キリストってそういう意味合いになるんですけどもえまああの 油を注ぐということは私たちにはちょっと分かりえないですけどもすごく深い意味があったという、まあ、その文化の中にこの物語があったりするんですけどもナルドのののイエスの足に塗ったマリアの話ですこのマリアというのは直前聖書を開きの方はですね今日12章の頭から読みましたけど11章あたりを見るとですねいわゆるあのラザロという人がよみがえったんですこのマリアというのはラザロの兄弟ですね そのみえさせていただいたえ私の兄弟をよみがえらせてくださったイエス様ということでそのイエスの足に紅油を塗って自分の髪の毛で拭き取るということをな,な,なさってるわけですですからこれはラザロを生き返らせた直後に記載されていますけれどもその死んだはずのラザロを生き返らせたシーンの時マリアはもう本当泣き崩れて 主よもしここにいてくださいましたならば私の兄弟は死ななかったでしょうにとそんな風にイエスに嘆きましたでそのシーンはイエスも珍しくご一緒に涙をされるんですねはいそういうシーンがこの11章にあってでその生き返ったラザロがこの宴席に一緒にいるわけですでこの宴席というのはイエスのためにそこで夕食が用意されたということでまあ言ってみればですね えー、弟をよみらせてくださったイエスをもてなしているわけですね、ねそういうふうな状況だと思います、まあ、その、今日のマリアの,その行為を鑑みますと、もう彼女の気持ちがちょっと伝わってくるような感じだと思います、そのもう死んだと思って、もう嘆いていた、その弟をです、ね、一度生き返らせてくださった、ね、でその生き返らせてくださった、党の本人が目の前にいらっしゃる。感謝の気持ちと その畏敬の念とねそういうものも込めてそのもてなすということも含めて油を注いだんじゃないかなと思ったりします。でまあ,あの油を注ぐっていうのはこのユダヤの文化の中ではそのいわゆる預言者とか王とかねそういう任命の意味がありましたからそういう意味ももしかして込められてたのかもしれませんけどもマリアが純粋で非常に高価なナルドの紅為を1リトラ買って,きて持ってきてイエスの足元に塗り足に塗り 自分のの髪でその足を拭った家は香油の香りでいっぱいになった、まあそこにはありったけの気持ちをです、ね、イエスに託したマリアが浮かぶんですけどもそのマリアの行為をあの裏切り者になるユダが批判したわけですね。なぜこの香油を300デナリで売ってまずい人々に施さなかったのか、ね、その、まあ、言ってみれば土星論ですけども。 その土正論の言葉の裏にも、えー、裏にはちょっと別物語があったということをヨハネは言ってます本当にあに貧しい人たちのことを思って言ってるんじゃなくて自分の不正からですね目をそらせごまかすためとでも言いましょうかね、えー、不純な動機がそこにあったと記されていますで実はさっきあの、えー、マリアが純粋で非常に高価なナルトの好流をっていうふうに訳されてますけども えー、マリこの「純粋」っていう単語があの言葉が、えー、どこにかかるかは分からないんですね今この信教の訳は「純粋」というのは「ナルドの行油にかかっている訳し方をしてますけどもこれは別にあの純粋なマリアが非常に高価なナルドの行為を1リットルは持ってきてっていうふうに訳しても訳せないことはないという。の出てくるので 純粋と不純をこうなんかこう退避させるんだって。これもしかしてこの純粋って言葉はあのマリアの方にかかってたのかな？なんてそんな妄想を得たり考えたりしますけども。純粋と不純がここ退避されるようなねことになっております。まあ,あのもちろん、あの時代、背景も文化背景も人間性も違うので、一概に今の私たちはこのことを想像しえません。けれど、もえまもしあの兄弟を蘇らせてもらった。 でその感謝の気持ちとそれから、まあ、素晴らしいことをされる、まあ、普通の人じゃないという,こう意見の念を,意見の念を表しためそしてその方が今ここに夕食を来てくださっていても歓待する意味も含めまああの数百万もするあの高価な油をイエスの、まあ、足に塗ったとしてそういう人が生き返ってるわけですからねそういう経緯があったらまあ本当あのその気持ちをえー こう途中でこうとどめることなく、えー、するようにさせてあげたいなと思ってしまうなと思いました、はい、するままにさせておくのじゃないかなと、まあ、僕も思うんですけども驚きつつも、まあ、納得するっていうかねうわそんなことしちゃうのでもそうだな本当に彼女に見せてみたらそういうことそういう喜びだなみたいなね、えー、納得するんじゃないかなと僕だとは思うんですけども、えー、まああの、えー、どうでしょうか皆さんはね 死んでた弟を蘇らせよくあのこう、えー、と夕食の、うん、ああそっかそっか食事の席に着いたという言葉があるのでどうしても、えー、イエスのテーブルからなんか食事の席に着いてその椅子の足元で、ね、テーブルの下ぐらいに潜り込んだマリアが、ね、イエスの足に油を塗って下でごちゃごちゃやってる風なイメージを持っちゃいけないんです。 これはあの当時の正式なご飯の食べ方はいわゆるその横にこう寝そべって食べるのでイエスが寝そべっている横にマリアさんがちょこんと座って足元の方にねでその目の前にこう横たわっているイエスの足に油を塗って髪の毛で拭っているというじゃ図でございますだからテーブルの下でゴソゴソやってるっていうそういうイメージじゃなくてむしろこう 言ってみれば、寝そべってるイエスのその横にポチョンと触ってるというなんかそういうあの位置としてはこ並列なんですけどもねそこにの目の前にある足に、えー、マリアさんが、えー、こういうのを塗ったんじゃないかなとそう思ったりしますけどもねまああの、えーまあ、なんていうんですかねユダのようにですね必要以上に批判的にですね土星、まあ、論で批判したところで、まあ、マリアさんの気持ちっていうのは、えー、変わらないものがあるわけじゃない だからまあ、そこにあの、えー、いわゆるその理屈や正論で批判するっていう、えー、ユダの姿がここに浮かび上がってきてますけども僕らもそのなんていうんですかね人の信仰の問題について、えー、なんか正論を掲げてうんちょっと批判めいたことを言ってしまうことってあるかもしれませんね。 あとが一人で考えてみるとあれはいや自分の中の卑屈さから来たなとかあれはちょっとその価値気さから来て本当にそうは思ってなかもかもしれないけどあ俺の価値気さから来てるなとかねその批判するってことをその正論土正論やね常識で、うん、その相手のその気持ちここではマリアの気持ちをその深いところまでこう組み上げるというような感性がやっぱり。 辛くしてるところはやっぱ私もちろんそれはあの得意で、えー、素晴らしい方もいらっしゃいますけど僕なんかちょっと鈍感なところがあってね失敗ばっかりしてますけどもまああの、えー、イエスがですねここでこの人のするままにさせておきなさいと、ねえー、私の葬りの火のためにそれを取っておいたのだからイエスは妙な返事をここでするんですけども実はここも少しあの 細かく言いますと、私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだからという訳は正確じゃないんだそうです。で正確には、私の葬りの日のためにそれを取っておいたことになるためであると。少し違うんです。つまり、イエス様の発言は、あのこのことを後から考えたときに、ね、つまり十字架のことからの後から見たときに、振り返り、今日のことを見たときにはですね、それが葬りの備えの行為であったなということがわかるよという。 そういう感じだそういうニュアンスなんじゃないでしょうかねそういうニュアンスが本来の言葉にはここあるそうです「私の葬りの火のためにそれを取っておいたことになるためであると」とねえーまあ、あのイエスの受難の出来事が、えー、今週もですね近づいてるなというそういう記載が、えー、続きましたねえー、油断も出てきますし、えー、葬りの備えのなんかこうという,ふうにちょっとなんかこう 被ってくるような雰囲気もありますし、まあ、あの少し話を戻,りますけど戻しますけどマリアの気持ちを読み取ってくださったイエス様そのやり方は確かにマリアの非常識かもしれないその何百万もする行為をねイエスの足に塗ってこう髪の毛で拭い去るというね常識的にはちょっとななももんんのかもしれません正確には僕らは分かんないですけどもねだけどもこの人のするままに、えー、させておきなさいとイエスは、えー、こう止めようとする人たちを逆にいめるとね。 マリアのありのままありのままのその気持ちと行いを受け入れるイエス、まあ、あのルカ福音書にあるマ,タマルタとマリアの有名な話ありますよねここにも今日はマルタ出てきますけどそのイエスと言葉を交わしたりしませんそのルカにある福音書のマルタはイエス様にこう文句を言うんですね、えー、いわゆる私こんなに働いてんのに、えー、マリアは手伝ってくれもしないねうん どう,いうどう思いますか,卑怯なんかもうずるいじゃないですかみたいなそんな感じで文句言うんですねでイエスはもちろんマルタの気持ちも、まあ、分かるんですけども「マルタマルタお前は余計なことを気にしすぎだ」というね、えー、言うんですけども、えー、黙ってですねイエスの話を聞いていたマリアのことをですね解説したりするわけですね、えー、まああの同じように非常識でもマリアの気持ちを受け止めたイエスというのがあちこちにあるわけですねそこに イイエスのイエススのたるゆえんがあるんじゃなないいかなと思いますマルタとかこのユダのようにですね私たちはすぐ常識を持ち出していわゆるその人を責めたりとか批判したりするんですねまあもちろんそれは批判されるべきはした方がいいと思いますし今本当ね世の中の批判したいこといっぱいありますよねあのもう本当に政府のことなんかもそうだしありますけれどもこと信仰の話になるとそれは少し違うんじゃないかなと思ったりするんですね。 まあ,あのな、えー、けなしの小銭精一杯のその小銭をですねもう1日の食事代分ぐらいのもうこれしかないなけなしのその、えー、小銭を捧げる女性をイエスはすごい褒めましただから金銭が問題じゃなかった、ねえー、子供の命のためにですねイエスの前に連れてきた人々、ね、子供を連れてきた でも常識的には子供女は後だから大人男が先だから、えー、いわゆるその仕切ろうとした子供あ弟子たちを今度イエスを怒っちゃって子供連れてきなさいなんて怒っちゃったりするんですねあと違法人という立場ながら、えー、食い下がって食い下がってイエスにいわゆる娘の治療をしてほしいと、えー、訴える女性、まあ、これはあの最初無限にされちゃうんですけどでも、えー、常識を超えてですねその えー、いわゆるその、えー、懇願するお,、ね、お願いする、えー、食い下がって願うその気持ちをイエスは最終的に受け止めて、えー、いわゆる、えー、癒されたそういう事件もありましたあの今日のマリアはちょっと大胆すぎてですね、えーまあ、その思いのままを受け取るってなかなか難しいですけどもイエスはそのままを受け取っているわけです。 もちろんあの貧しい人への施しも大変大事なことだと思いますけれども今そのことを持ち出してこのマリアを批判するということをよしとイエスはされないわけです、ねえー、ちなみにあのユダヤ教、まあ、ここには聖書を読んだこの時点ではキリスト教っていうのはなくてユダヤ教の文化の中ですけどもユダヤ教はですね教,教師のことをラビと言いますけども、えーまあ、葬りの作業は哀れみの技 でまた逆にですね「あの、えー、施す弱い人に施したりする場合は正義の技」って言ったそうですで。正義の技と哀れみの技は哀れみの技の方が優先されるべきだという口伝があるそうで、えー、まああのそういうその哀れみの技の方がここで優先されるのでイエスの葬りのための準備と考えるならばその考えが当てはまるなあっていうそんなことも言われています。はい まああのまあ、僕らはですね、常識で考えてあんなことあのやりすぎだよとかそんなにやってないのとか、まあ、人のですね、まあ、こと信仰のことにおいて、えー、批判しがちな自分たちがいますけどこれはやっぱ本当に、えー、不毛だと思うんですね。自分と神様との関係あの人と神様との関係この人と神様との関係でその信仰の問題に人があまり口を挟めないんじゃないかなと思ったりします。 例えば、僕だってもうほぼほぼ。僕側からは、神様に疎遠だった人生の季節もありますし。また逆にですね、もう神様がうんざりするぐらい、お願いします、お願いしますと。神様、神様、神様って言って、濃い季節もあったような気がします。やっぱり、そのなんか人生の季節で、いろんな神様と自分のこう関係って。あの、変化はありますよね。ですから、あの人と神様は。 関係の季季節がどういう季節かも分かんないだからその常識を持ってそれを批判してもあんまり意味がないと思うんですね信仰の話においてはねだからあの人はどういう季節なんだろう、まあ、そういう季節もあるかもしれないなという、まあ、そういう受け止め方といいますか私たちがですねやっぱりこう関係性の中には希望もありますけど限界もあってですね、えー、やっぱり私たちはその相手の気持ちをイエスみたいにそのおもんばかれるかっていうと そそうそう自信はなくてですねいつも空回りとんちんかんでお門違いだったりするんですけどもまあ私たちが言えることはこうやってありのままを受け止めてくださるイエスね常識的には非常識だけどでもその心意気とか心持ちとか真心からしたらまあそれはあの受け止めて受け止めるよという。 まあそんな風にですね、人を受け止めれればいいんですけども、私たちはやっぱりこうイエスキーストーリーにはなりませんから、そんなその高等技術はなくてですね、なかなか人の気持ちを全部受け入れるのは難しいですね。想像するのも難しいと思います。だって自分のことさえも自分で全部言葉で説明できることはできないですよね。自分のことさえも説明できないのに、人のことを説明しきれるわけがない。 だから今あの人と神様の関係はまあちょっと疎遠なのかな分かんないからあんなことおっしゃるのかなでもそれはその後にまた花咲く季節が来るだろうねえ緑豊かになる季節が来るだろうというだからそのイエスとその神様とその方の関係を考えれば私たちの限界性はその乗り越えていけ,られるいけるんじゃないかなそんな風に思ったりしますね。そういうい私たちののありのままを 受け止め知ってくださっているそのイエスというのをたまに互いに、えー、主と仰いでいるんだ、ね、キリストと、えー、救い主として仰いでいるんだということで、えー、全部いちいちガチガチに言い合わなくても、えー、全て、えー、暴かなくても私たちの人間関係っていうのはその神様を通してイエスを通して、えー、そのいい風が吹くんじゃないかなと思ったりしますね。えー、ですからもう今日はあのイエスがその 本当にそのイエスっていうのはひたむきにひたむきにもうこれでもかこれでも食らいつく人のその真心心をですねちゃんと受け止める方なんですね私たちもそういうのを目指したいけどもなかなかその,、えー、その表面に巻き込まれてしまってねあのその人の全てを分かることなんかなかなかできないほぼ、まあ、ほぼできないんですけどもでもこういう形があるということをまず覚えておきたいイエスはそういうふうに人を受け入れられる方だった気持ちを見て受け入れる方だったんだなということを。 えー、まあそれからですね今日のマリアではないですけどもいわゆるその合理的で、えー、現実的な尊徳感情じゃなくその気持ち、えー、真心でさあ例えばその行うことができたら、えー、人に施すこと人に協力すること人と連帯することが、えー、真心からできたらいいなと思ったりしますでそれがたとえ旗から見てもね何そのことやってんないって見えたとしても、えー、私たちの込める思い えー、込めてな、えー、したいな、えー、それをイエスはちゃんと、えー、知っていてくれるまあそういうことを今回の「聖書歌唱」で考えました、まあ、あの気持ちで行うことができたらいいな損得感情も、ね、信仰のことに関してはあんまり考えない方がいいなとそんなふうに思ったりしましたけれども、まあ、いよいよ受難節あと3週間になります、えー、今日はイエスのその、えー、ナルドの交のを足に 塗られた時の話でしたけどもね皆さんはどういう風にお感じになったでしょうか、えー、お祈りをさしたいと思います私たちの命の源である聖なる神様皆を賛美します、えー、悲観的にばっかりなってます私たちを憐れんでください、えー、悪いことばかり思いがき嫌なことばかり目につきそれゆえに逆にそういうことをしているので悪い結果がもたらしてしまうのかな,なとそんな風に思えるほど 心の風通しが悪くなるときがあります。広々として、豊かな愛を私たちが生き方として選択することができますように、掲げることができますように、強めてお守りください。どうか、あなたの宮沢、必要としている場所にお勧めください。そのために私たち一人一人を大胆にお持ちくださって、その一端でも私たちに担わせてくださいますように、心から願います。 一週間の歩み、どうか私たちの心と体をお守りくださいますようにお願いいたします。今、祈りを合わせてくださってます。皆さんの祈りと合わせまして、主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。 とということで今日のショーートメッセージは以上になります、えー、今日は天気が良さそうですけども、えー、皆さんのおうはどうでしょうか、えー、いわゆる山間温の季節になってまいりましたがなんかもう花が桜が19日ぐらいに咲いちゃうんじゃないかということで急いで飛び協会もあの桜の剪定をすることにしましたけどもね季節が前倒し前倒しになってて、えー、ちょっと体調狂っちゃいそうですけどもどうか体にお気をつけください。 えー、ここの心と体が皆さん守られますようにお祈りしています。また来週お会いし,お会いしましょう。神野寺大蔵でした。ありがとうございました。